ウト一塁二塁、甲子園は風はピタッと止んでいます。ストライクコールです。ヒッターですよね。あ、そうですね、はい、今日2本プルヒット出てますよね。はい、軽やかに盗塁をして、そしてアベレージも残す万能選手、こういった領域に入るとは履正社高校時代の岡田さんも思ってもみなかったと言っていました。見事山田を仕留めました。藤川ズバッとインロー、また山田の好きそうなところでドンと勝負いきましたね。いや、これ山田選手思ってもみなかったところに投げられた感じですね。ある程度こう7、8、9で7回はもう任したぞとか、そっちの方が、タイプ的に合うのかなと思います。はい、なかなか故障はしにくいんですよね。ね、またはもう正直年齢の問題だけですね。ですね。はい、藤川は今ベイスターズのラミレス監督がヤクルト時代もキリキリ前してました。うん、いや、僕も組んでる時は面白かったですよ。はい、やっぱり、やっぱいいスピンが効いてるんで、はい、うん、追い込んでから首振ってます。相手は鈴木誠也、ストライク、手が出ない。この首を振った効果も何かバッターをいろいろ考えさせたか。いや、おそらくですけど、首振りだと思います。単なる、はい、サインを、うん、回しただけだと思います。なるほど、それでもバッターには影響を与えてますよね。ありますね、はい、バッター迷いますから、はい、ちょっとだけテクニックを使いましたね。使いましたね、間合いをね、こういうところですよね。